残っててんね。いい上。ね。それからちょっと出てみようと思います。ちょっと困ってる。あ、本当。困ってる。ズボっていくね、ほうきまで。そうそうそう。どうやって持つか。あ、まあ持ち方なんか。晴れてきた。雪解け水うっとうしい。なんか結構来るね。こんな時間から行けんねやな。そうやね。でもあれか、あんまり暗くなることないからか。うん。影ってもさ。ちょっとこれなんかフードどうなってる？フード？あ、かぶりたい？うん、いいな。おお、すげえ。雪山っぽいけど。え？もこもこ出てる？うん。一部。え？あ、オッケー、オッケー。オッケー。うん、いい感じ。はい。あったか。じゃあ。よし。万全の装備で下ります。下りましょう。さよなら。いや、ほんでな、うん、まあいいわ。だからこういうところをこうやってこれ出してる。これであんの？こう。大変やな。え、これやる意味は？ほぐすの？あ、でももうこんなもっとここぐらいまで埋まるからさ、今こんぐらいしか沈まんからこうやって歩いていけるけどさ、うん、あ、でもこれでもこんだけ沈むやん。ってなったらこう下げんと、うん、こうやって、こうやって、うん、あ、見えてきた、ほんまや。怖い怖い怖い、なんか無理無理。これラッセルね。うん、ラッセルね。まあそんなことをしながら下ろう、うん、まだ缶つけててもやっぱくぼむやな。うん、で、あのピッケルは、あのまあ、まあこう持ってっていうのはあんまり
なくて、この普通の山ではさ、歩くときはこう持ってここ、こんな感じで持って、で、やっぱ手分かれてないと無理やな。で、とかあるいはここを持ったりしてな。あのまあもうちょっと魚、要するに当然ここを打ち付けてるのと、ここと2点でこう。こことここでこう引っ掛けるイメージやから、当然これは常に山側を向いてるわけよ。だから登るときはこうやし、下るときは逆にこう。こうなんだっけ、これなんか引っ掛くんちゃうかったっけ、掘るんちゃうかとか、ちょっと忘れた。であとは真下は普通にストック代わり、ただまあ当然ストックよりは短いから、あのまあストックの短い状態、つまり結構なそれなりの急斜面を想定してるわけよね、だからこういうところではまあ本来あんまり、あ気持ちいいな、気持ちいい。なんかストックをこの雪原でストックじゃなくてピッケル持ってしてたら結構に見えるで、結構な雪山登ってきた感じ、結構な雪山やで。わお、でも谷川だけどいらんと思う、うん、どっちかっていうとスノーシューとか和漢的な、本当にはもっとある厳冬期のアルプスとかよね、とか逆にあの霊仙山やったらあってもいいかもしれんな。あ、確かに。ほんまやな。頑張ってやるわ。あ、あっから直通してんな。ねえ。やっぱり。でもやばくない時間。まあいけんじゃん。いける？ピークまで。私がドキドキする時間は。そうやな。まあ俺らも下ってますから。パキン。なんかさっきめっちゃゾボゾボなっとったやん。でも今もこっちはなるで。何にも普通に歩ける。はい、歩いたら沈むへん。沈む。めっちゃ無邪気やつ。落ちへん？あ、見て。私軽いから。ええー。なんでや。あれ、そういうわけでもないか。こっちまで来たら多分沈むで。歩き方がええんじゃない。もう沈むわ。すごいな。どこ行きます？あっち。あ、気持ちいい。パウダーオーク海。大丈夫大丈夫。
ちね。こっちね。で、もし、まあ、こんなとこないけど、もうちょい休憩車で、うん、ガッて滑った時はこうや。そうね。埋もれるね。めっちゃ埋もれるやん。ね。なんか像がある、あれを見に行こうや。え？お前、像がある。あれ？なんかこっちの方が。あれ？深くない？深い。疲れた。じゃあこっちに逃げよう。あ、ちょっと浅いよ、こっち。こんなとこじゃないと練習できんぜ。え？なぜ？こんなとこ歩くのもな。まあそうだね。見に行こう。765やって、まさかの。どちらさん？誰？ん？どちらさん？どちらさん？日本人？いかにも日本人っぽいで。てかこれ山頂までさ、あれあるんやっけ？え？駐車場。待って。山頂に駐車場あんの？そうなの？どういうこと？伊吹山。あの上に？違うの？あるよ。やばいな。うん。めっちゃすごい位置まであんねんな。な。え、反対側から行くのかな？写真撮ってよこれ。え？いいよ。中にありそうだね。あるで。ね。まっすぐ行けんのか。うん。まっすぐ行って行けるっしょ。お。
わ。ね、なんもないやろ、こんなゴンドラ降りてすぐのとこ。いるこれ、うん、おすごい、まんま残ってんねや、そう入ったら怒られるよこれ。まあ一応入ってみる、おお、ちょっと空いてるやん、すごいな、まんま残ってるよね、なあ全然使えそうやな、まだほんまに。え、てかゴンドラ、ゴンドラってことは、あ、普通にやる下からリフトじゃなくてね、そうや、めっちゃ快適、ゴンドラじゃない、ここは乗り場やな、絶対完全に、うん、ちょっと出るわ、あ、でも5合目ロマンスリフトあっちって書いてるからまだ上にもあったんや、えゴンドラ、あ、リフトコース、あ、そういうこと、うん、あれもコースやな、あそこあれか、うん、あの、はい、あ、あれあれ目の前に登ってたか、じゃない、じゃない、それよりあっち、うん、すごいすごい、今日は登山じゃなくて廃墟探検ってことにしよう、廃墟探検、うん、レストランは行かんでいいの、え、レストラン、あ、ホテル、うん、こっちから行った方がいい、
あのスノーボードとか。おお。ここめっちゃ怖いで。怖い、めっちゃ怖い。靴いっぱいあるやん。え？なんかね、上着。え、怖い。こっちなんかレストランみたいな。行こう。なんか別に入ってただの、そうだよね。よいしょ。どこまで？あそこやな。いるな。あの、わかる？すげえ頑張ってんじゃん。でもまだ半分ぐらいない？ああ、まあそうやな。過酷やな、やっぱ。しかも急登になるし。ちょっと雲が急げ急げ。いや急がないと。ちょっと雲が出てきた。お前やまたガス来ちゃってるわ。そうやね。こんなに晴れてたのにちょうどねえピークに行った時にガスったら残念すぎるよな。あれまたこれが避けたらまた行けるのかな。いやでもその下の方もな。あ、ほんまややばいな。だからあの後発隊の人らちょっとアウトかもしれんな。一発目の人だけかな。さすが先駆者の特権なあ。ちょっと遊べねえな、ここ。これ楽しいな。いろいろ最強も見れた。そうそうそう。めっちゃ埃っぽかった匂いが。なあ。ねえ。病気になりそう。うん。全然使ってないって感じの匂いだ。こっちか。バレバレやな。何が？見ちゃったん。うん。廃墟見に来たらバレバレやな。まあまあ。そんなもんやで。じゃあ来る。あ、もういい。見て見て。見て見て、まだいるわ。あれは、でもあれちゃう？荷台で来て上に1台回す。あ、そうか、閉まってんのか。そうね、無理やん、多分。あれ？大丈夫？大丈夫？え、なんてなんて？止まれる？止まれへんやろ。テントあかん？あかんと思う。あ、でも冬山は OK とかあるけど、でも持ってそうにないけどな、銀マットとか。本当だ、めっちゃ日帰りやろ。日暮れまでに6時まで着いたらいいやとか言ってます。6時って考えればまだあと6時間ぐらいある。でも今時もう5時には暗いで、多分。あ、でもこっちが西やから明るいんかな。意外に明るいもんな。そっか。いや、でも4時ぐらいからもうそわそわしだすけど。いける。
雪原とスカイラインしか見えてないから。ほんまやな、うん、撮ったけど我慢じゃん。大丈夫、うん、そんなこういうとこやから撮ってるの。もちろんそうやで、こういうところでいろいろやっとかんとね。めっちゃ深くない？深い。で、足抜けへん。怖い。ラッセル。え？めっちゃ深い。いや、踏み固めてんの。楽しいよな。ここが一番おもろいやろ多分。あとはあれやな、1号目過ぎの1号目過ぎたところのゲレンデがどうかっていう。あーどうやろ、パウダーはちょっと厳しいんちゃう。うん、次スノーボードしよう。日中は多いかもね。平日やしか今日は。そうそう。日中はそれなりたは、でも雪遊びなんか結構いるよね。いると思う。むらり。なんだそれ。なんだね。